かテスラ最近いきなり不具合が相次いでるって話があるんだけど、これって本当なの？どうも本当らしいな。でも別に最近いきなり相次いでるってことじゃなくて、最近欧米の EV シフトの追い風を受けて急成長しただけに、販売台数の増加に比例してこれまで報告が少なかった不具合の報告も目立ち始めたってのが実態だろうな。でも世界中で売れてるじゃない？イーロン・マスクもツイッターを買収して X にしたり、ロケット飛ばしたりとかイケイケなのに、どうしていきなりそんなことに？実はな、世界で売れてるって言っても特に日本ではテスラは壊滅状態なんだ。イーロン・マスクが有名でも本命の自動車産業自体には実際には問題も山ほどある。例えばハンドルが取れるとかな。え、そんな昔のギャグ漫画みたいなことが本当に起きたの？どうも起きたらしいんだよな。問題はそれだけじゃなくて、寒い地域では使えないという弱点も判明してる。調査対象になってる台数は40万台以上だ。ちょっと待って、問題だらけじゃない。逆になんでまだ売れてるの？だから楽なんだ。実際2023年には前年比で 38% 増の180万台以上売れて、これまでの最高記録を更新してる。いきなりそんなに売れまくったからこそ、これまで目立たなかった不具合の報告が一気に上がり始めてるんだよ。ということで今回はテスラ社について詳しく解説していくぜ。ゆっくりしていってね。それじゃまずはイケイケなテスラの勢いについて説明しておく。具体的にどのくらい売れてるの？2018年には24万台弱、それからどんどん増えて2021年には93万6252台も売り上げてる。でもこの勢いはテスラ単体の力というより EV 市場全体の成長を反映していると考えた方がいいだろうな。実際環境保護や欧米の EV シフトの波を受けて電気自動車の普及は世界的に加速してる。しかし実は日本市場ではテスラの高価格戦略や特殊な販売方法が受け入れられにくく、売り上げが伸び悩んでいる。高価格って実際どのくらいなの？例えば日本でのモデル S は1300万円から1600万円くらいする。トヨタのミライと比べても倍くらいの価格だな。うわ高い。そう、まず高い。日本市場ではこのテスラの高額差が販売数に影響していると考えられてるんだ。日本では伝統的に燃料効率が良く、価格が手頃な車が好まれる傾向にあるからな。テスラのような高価格帯の車は一般消費者層にはなかなか手が出ない。日本車との価格比較を行うと同等の性能を持つ日本車の方が価格面で有利な場合が多いのさ。でも高級車を買う人もいるし、日本でもブランドイメージはいいじゃない？人気はあるのにどうして売れないの？価格だけの問題じゃないんだよ。例えばまず問題なのはその大きさ。テスラのモデル S は全長が5メートル近く、全幅は2メートル近いからな。日本の狭い道路や駐車スペースでは扱いづらいんだ。え、そんなに大きいの？あーでかい。例えばレクサス LS は全幅が約 1900mm だけど、モデル S はそれより広い。モデル S の全幅は約 1963mm で、日本の道じゃかなり目立つサイズだぜ。ってことは SUV のモデル X も？お察しの通り。全長は5メートルを超え、全幅も約 2000mm。これはランドクルーザーよりも一回りでかいサイズで、狭い道や小さな駐車場では特に扱いにくいんだ。ハマーみたいな超大型車と同じくらいのサイズなのね。そう。実際ハマー H2 の全長は約 5170mm、 全幅は約 2063mm で、テスラのモデル X とはほぼ同サイズ。だから狭くて入り組んだ日本の道路事情とは合わないんだ。でもテスラはコンパクトモデルとかも出してるじゃない？コンパクトっつってもモデル3の全長は約 4694mm、 全幅は約 1850mm だぞ。日本ではミドルサイズのカテゴリーに入る。日本のコンパクト車に比べたらかなり大きいわね。もちろんモデル Y もそう。SUV だけど横幅が約 1921mm もあるから、日本ではラージサイズのカテゴリーになっちゃうんだ。新型のサイバートラックは？全長は約 5885mm、 全幅は約 2000mm を超える。ハマーよりもでかくて日本じゃ大抵の場所には入れないサイズだよ。日本の狭い道や駐車場事情を考えるとテスラの車はなかなか合わないのね。あー特に全幅が2メートル近いモデルは運転するのも一苦労だろうな。日本の都市部ではこれだけ大きい車は実用的で。テスラが日本で売れないのってそれ以外には何か原因があるの？あとあるとすれば販売法。テスラはディーラーをほとんど持たず、販売はオンラインで行っている。これが日本ではなかなか受け入れられなかったんだ。特に日本市場では対面でのサービスやアフターサポートを重視する傾向があって、オンライン販売だけでは信頼性が求められる部分をカバーできないからな。オンラインで車を買うなんて確かにちょっと想像つかないわね。それが一般の感覚だろうな。日本では車を実際に見て触ってから買うってのが当たり前だから。さらに車購入時には詳細な説明やカスタマイズの相談を店舗のスタッフと行いたいと考える顧客が多い。だからテスラの販売戦略が合わなかったんだろう。
でもなんでオンライン販売にこだわるの？ディーラー経由だと中間マージンが発生するから、それをなくして直接販売することでコストを抑えようとしてるんだ。だとしたらテスラは高すぎない？そもそも EV の製造コストは高いんだよ。特にバッテリーが大きな割合を占めているから簡単に価格を下げられないという事情がある。実際 EV の普及を阻む一番の障壁が高額なバッテリーコストにあるとも言われている。バッテリーってそんなに高いの？目玉が飛び出るくらい高いぜ。例えばテスラのモデル S のバッテリーは単価だけで225万円くらいかかる。それにバッテリー交換には300万円もかかるからな。バッテリーの価格が車両価格に直結して高価格化につながっているんだ。だから車両本体の価格も高くなるのね。そういうわけだ。それに車体の材料にもコストがかかる。例えばテスラは車材にアルミニウムを使用して軽量化を図ってるけど、この材料自体が高価なためコストが高くなる。どうしてそこまでして軽量化する必要があるの？一番の理由はやっぱり走行距離だな。EV の走行距離は現在だと 500km くらいしかないから、少しでも走行距離を上げるには軽量化は必須な。バッテリー自体が重いから、それでも全体としてはガソリン車より重くなるという実態もある。もっと安い材料には変えられないの？一部では鉄鋼やカーボンファイバーを使ってコストを抑えようとしているけ、現在のところはまだアルミニウムを多用せざるを得ない。製造コストの削減には限界があるんだ。結局原価が高いからテスラは高価なのね。そういうこと。利益をたくさん取ろうとしてるわけじゃなく、原価自体が高いから製品価格も高く設定せざるを得ない状況にあるんだよ。また日本でテスラが普及しない理由にはやっぱり EV 自体のインフラ問題もある。インフラって言うとやっぱり充電する場所とか？その通り。充電スポットがまだまだ足りないんだ。2024年2月時点で全国に2138拠点しかない。比較するとガソリンスタンドは全国で2万8000箇所近く存在しているから。日本での EV 利用者が直面する不便さはかなりのものだろうな。コンビニとかでも見かけるようにはなってきたけど、それでも感じる不便さはあるわね。特に連休なんかだとサービスエリアで充電するために長蛇の列ができるからな。急速充電は30分で終わるけど、それでも満充電にはならない。さらに充電スポットの分布には偏りがあって、地方に行くほど充電スポットが少なくなる傾向にあるから、長距離ドライブの際の計画も難しくなるんだ。30分もかけて満充電にならないなんてちょっと不便ね。テスラのモデル3なら 150kW の急速充電器を使っても30分で 90% くらいしか充電できないからな。バッテリーの負荷を考慮して急速充電は途中で意図的にストップするんだ。これはユーザーにとってはさらなる不便さを意味するだろう。どうして満タンまで充電しちゃいけないの？簡単に言うと EV に使われてるリチウムイオンバッテリーが満充電に弱いからなんだよ。リチウムイオンバッテリーは継ぎ足し充電しても劣化しにくいという特徴があって、このおかげでスマホのバッテリーとかにも急速に普及したんだが、満充電や空の状態を長く維持すると負荷が大きくなって内部での化学反応が進む。劣化して通常に3年と言われてる寿命がさらに短くなるんだ。スマホにも使われてるのね。あれ？ということは、もしかしてスマホも満タンまで充電するのは良くないの？そうだぜ。実際バッテリーセーバーって言って 80% くらいまで充電したら一旦ストップする機能がついてたりするだろ？何か不便だと思ってたけど、あれはそういう理由があったのね。だな。実際のところリチウムイオンバッテリーは充電率 50% くらいを維持するのが一番持ちがいい。まあ元々の寿命が 2、3年程度のものだし、そこまで神経質になる必要もないかもしれないけどな。気をつけるわ。話を戻すと、とにかくテスラ社ではこの30分という充電時間がネックの一つになっているんだ。ディーラーでは無料で充電できたり、ランニングコストはガソリン車に比べて抑えられるけど、とにかく時間がかかる。そして家庭での普通充電だと満充電までには一晩以上かかることもザラだ。サービスエリアでの長い待ち時間を考えると、やっぱり EV を選ぶのはためらわれるわね。日本ではまだ EV の普及にはハードルが高いってわけだ。インフラが整うまではなかなか進まないんじゃないかな。この問題はテスラだけじゃなくて、日本で EV を普及させようとする全てのメーカーが直面する大きな課題だよ。その上でテスラにはさらに不具合が相次いでる？だな。まず注目すべきはハンドル関連のトラブルだ。操作ができなくなるっていうのは命に直結する問題だからな。さらにモデル S やモデル X でのタッチスクリーンのフリーズや、オートパイロット機能の予期しない動作も報告されている。問題三積みね。中でも特に問題になってるのはハンドルが切れづらくなる不具合。これが原因で大きな事故につながる恐れもあるんだぜ。原因は何なの？パワーステアリングシステムの故障が原因みたいだな。部品の品質問題や組み立て時の不備が疑われている。それはひどいわね。でもどうして新しい車でそんなことに？原因はまだ調査中だけど、新しいモデルに多く発生する傾向があるらしい。
技術的な革新を重ねてるテスラだけど、そのスピードが品質管理を圧迫している可能性もあるな。ソフトウェアのアップデートだけで対応できればいいんだが。対応できるの？今のところ物理的な問題で修理以外に解決策がないらしい。もともとテスラは店舗を持たない販売戦略だから整備や修理が難しいんだよ。加えて修理に関しても部品の供給遅延が問題となっている。整備がしづらいなんて困ったものね。修理できるまではしばらく放っておくしかないの？そういうわけにもいかないぜ。例えば交差点でステアリングアシストが突然切れるなんて事故も報告されてる。それはヤバすぎるわね。あ、ヤバい。こんな状態じゃオーナーも安心しては乗れ。他にも突然の加速やブレーキの不具合による事故も一部報告されてるしな。大切なのはユーザーの安全よね。テスラももっと対策を講じないと。その通り、テスラが EV 業界をリードする立場ならこういう問題は速やかに解決して安全性をもっと高めるべきだな。そしてユーザーに透明性のある情報提供と迅速な対応が求められている。ところでさっき言ってたけど、走行中にハンドルが取れるなんてそんなギャグみたいな事故が本当に起きたの？それがどうも起きたらしいんだよな。固定されていないハンドルが原因で2件くらい事故が報告されてるそうだ。これは製造過程での組み立てミスが原因で影響を受ける可能性のあるテスラの車種は12万台にも上る。でもアメリカの道路交通安全局が調査しているけど、この問題はハンドルの固定不良にとどまらず、パワーステアリングシステムに関連するより広範な問題があるかもしれないと懸念されてるんだ。その場合40万台近くが対象になるかもしれない。こんなに多くの車が問題を抱えているならユーザーも怒るわよね。ユーザーからの苦情はもう出てるぜ。しかもテスラの対応が悪くてユーザーが自腹で修理しなくちゃいけないとか。え、嘘でしょ？実際多くのユーザーが修理見積もりの金額に驚いてて高額な修理費用を請求されたとの報告が多数ある。だからテスラへの批判がより殺到して、修理費用をユーザーが払うなんておかしいわ。不具合はテスラが責任を持って対応すべきよ。だよな。だからユーザーは修理見積もりではなく当初は車両代金の全額返金を求めた。で、最終的には問題の解決として新車に交換することになったそうだ。しかし新車交換が問題の本質的な解決になっているかはまだ見極めが必要だぜ。新車に交換しても同じ問題が起きないとは限らないわね。そうだな。でも交換後のユーザーの中にはテスラへの信頼が一定程度回復したという声もある。いいのそれで？いいって言ってるなら良いんじゃないか？ただこれが長期的な信頼回復につながるかどうかはテスラの今後の対応にかかっているな。テスラが同様の問題を未然に防ぐための改善策を講じ、透明性のあるコミュニケーションを取り続けることがブランドの本当の信頼回復には必要だと思うぜ。ハンドル以外には何か問題があるの？急加速時にイオンや異常振動が出るという話がある。まあこれも相当深刻な問題だ。振動やイオンってそんなに珍しいこと？この問題はフロントサスペンションの製造工程での不備が原因らしいんだよ。リンクとサブフレームの組み付けが不適切でイオンと振動が発生してる可能性があるそうだ。特に中国市場で販売された車両ではサスペンションの問題で大規模なリコールが行われた。安全性に直接的な影響が懸念される問題だぜ。足回りの問題もあるのね。サスペンションって乗り心地に直結する部品でしょ？そうなんだ。エアサスペンションは乗り心地を良くするためにあるけど、その設定で異常が出るってのは問題が大きい。乗り心地だけでなく走行安定性にも大きく影響するため、これらの問題は運転中のリスクを高めることになる。結局テスラの調査対象台数って全部でどのくらいなの？アメリカだけで 11.5 万台が調査対象になってる。でもテスラは対応を控える姿勢を見せているから批判が集まっているんだ。それにアメリカよりも問題は中国。中国ではどうなってるの？ソフトウェアとシートベルトの問題で8万台以上が調査対象になっている。これには2013年から2020年にかけて輸入されたモデル S とモデル X が6万7698台が含まれていて、バッテリー管理システムに問題があるらしいんだ。それに2019年から2022年にかけて中国で製造されたモデル3も、シートベルトの取り付けに不具合がある可能性があって、約1万127台がリコール対象になっている。やらかしすぎじゃない？どんだけ不具合あるの？だけどアメリカではドライバーの使い方が原因で保証対象外と言っているんだ。地域によって対応が異なることでブランドの一貫性が問われている状況だな。それにしても使い方が悪いって、それはちょっと、車って命を乗せるものだからしっかり対応してほしいわね。その通り。
テスラは自信過剰なのか自分の車に問題がないと思ってるみたいだ。でも実際は物理的な不具合が多くてユーザーの苦情が絶えない。特に安全に直結する不具合に対してはテスラがもっと積極的に対策を講じる必要がある。ユーザーの声に耳を傾け迅速かつ適切な対応を取ることが信頼回復の鍵になっていくだろうな。車っていうハードの故障をソフトウェアの更新で解決するとかどう考えても無理なことしようとしてたものね。いや実はあれ自体には一応ノリがあるんだ。テスラといえば自動運転が売りだが SAE のレベルは2だから。問題がオートステアに起きているなら自動運転のソフトウェアをアップデートすることで解決できる可能性もある。SAE のレベルが2ってどういうこと？自動運転と一口には言うけどどのくらいのことまでできるのかは細かく定義分けされてるってこと。SAE ってのは自動車技術者協会のこと。この組織が自動運転のレベルを0から5までの6段階に分けて定義してるんだ。それぞれのレベルで車両が自動でできることの度合いが違う。それぞれどんなことができるの？まずレベル0はレベル0はドライバーが全てをコントロールしてる状態だ。つまり自動運転の技術は一切関係ない。だからレベル0なのね。レベル1と2だとどうなるの？レベル1ではシステムが運転の一部をアシストしてくれるんだ。ステアリングや加速のどっちかとかな。これがレベル2になると加速とステアリングの両方をシステムが同時にコントロールできるようになる。と入っても完全に任せることはできなくて状況によってはドライバーが介入する必要があるとされている。じゃあレベル3以降はもっと進んでるの？ああ。レベル3はもうちょっと進んでて特定の条件下ではシステムが運転を完全に引き受けるんだ。でも状況が手に負えなくなったらこれもドライバーが運転を引き継ぐ必要がある。レベル4と5はどうなの？レベル4ではいよいよ特定の条件下での完全自動運転が可能になる。レベル3までと違って自動運転中はドライバーが運転に関わる必要は一切ない。そしてレベル5になるともうどんな状況でもシステムが全部を担うからドライバーはもう必要なくなるんだ。自動運転って言うとレベル4とか5をイメージしがちだけどテスラはまだそこまでではないわけね。ああ。テスラの自動運転システムはレベル2だから加速とステアリングの両方を同時にコントロールしているに過ぎない。完全自動運転っていうわけではない。だから急加速とかオートステアの故障ならソフトウェアのアップデートでなんとかなる可能性があるわけね。そういうこと。とはいえこれはあくまでも問題がソフトウェアにある場合のみの話。仮に根本的なハードウェアの問題やシステムの設計上の欠陥が原因だとしたらこれだけで対処することは当然できないから。長期的な観点から見ればハードウェアの改良やシステム全体の再設計が必要になることもあり得る。国内メーカーではこんなことないわよね。日本の自動車メーカーでは安全性を最優先に考えるからな。テスラ車の不具合報告とその対応の悪さはブランドイメージにも影響を与えかねない。日本のメーカーはリコールや不具合対応において迅速かつ透明性のある対応を心がけている場合が多いぜ。テスラ社の今後はどうなるのかしら？今回の一連の不具合からテスラがどう対応していくかが注目されるな。EV に限らず自動車はあくまでも安全性が最重要だからな。テスラがこの問題にどのように取り組みユーザーからの信頼を回復できるかが今後のキーポイントになる。またこれらの対応は他の自動車メーカーにとっても重要な事例となり業界全体の安全基準に関わる可能性もあると思うぜ。ということで、今回はここまで。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。